はいではここから先のテーマはですね、えー、こちら、評価の引き下げ対策といったことで、ですね財産の評価額の算定の方法、ここを中心に解説をしていきます。でここ、まず概要をお伝えすると、例えば1億円のキャッシュ、まあ、預金ですね、1億円の預金は相続税を計算するときにいくらで評価されるかというと、これ、当然、1億円で評価されるんですね。 1>, 1億円で評価されますででは1億円で買った不動産土地ですとか建物ですねこれどのくらいで評価をされるかというと実は1億円で評価されません物件にもよるんですけれども、えー、多くても8000万ものによっては5000万場合によっては2000万1億円で買ってますので1億円の価値はあるんですただ相続税を計算する時の評価 ここの考え方を利用して近年流行っているのがタワーマンション節税だとかですね、まあ、生命保険を活用したのもまあそういった方法がございますさまざまなややこしいですねあの、まあ、難しそうな話多いんですけれどもこの評価の仕組みさえ抑えてしまえば実はそんなに難しいことを言ってるわけではありませんなのでもし皆様ですねあのご自身の不動産があるんであればまずその不動産の評価額を一緒に出してみましょう そうするとですね、あのコツといいますか、その考え方がわかると思いますので、まあぜひリラックスして聞いていただければと思います。では早速なんですけれども、まずはじめに解説をしていくのは不動産の相続税の評価の仕方をご紹介していきます。で、実際皆様もですね、あのぜひやっていただければと思うんですけど、まずはじめに解説をしていくのは不動産のうちの土地、土地ですね。土地の評価を実際一緒にやっていきたいと思います。 でまず皆様に用意していただくものは固定資産税、まあ、都市計画税なんてあるんですけど固定資産税税の納税通知書これをでですすねご用意していいたただきたいんですで毎年4月だとか5月頃にごろに市区町村から送られてくる「固定資産税払ってください」って、まあ、このくらいの紙なんですけれどもまずこれをですね、えー、ぜひ皆様用意していただきたいんです。 お手元にもしある方ですね、これ一緒に見ていくんですけれども、まずチェックしていただきたいのは、この土地のうちにですね、このなんかいろいろ様々な数字書いてあるページがあるんですよ。これを見つけていただいて、見ていただきたいのは、ここにですね、地積地積と書いてある欄がございます。でこの地積というのは、平米数、まあ、つまり広さですね。広さが書いてあります。面積、面積。 でこの面積がこちらで見るとこれ150平米ありますよとあるんですけれども、まあ、細かい説明するとですね元京地積と陶器地積という2つありましてまあ「投をされている地積と原京がずれることがあります」でずれた場合にはこの「原京地積というものを使います原京地積でこれ150平米でまずこれだけで結構ですこれでまず土地の面積を把握しますで次にやっていくのはですね 不動産の登記簿登本と呼ばれるものをご用意していただきます。で、用意する必要があるのはですね、不動産を共有で持っている方です。共有。で自分一人で全部持ってますよといった方については、これはなくても結構です。ですが、例えば、ご主人が二分の1、奥さんが二分の1だとか、まあ、ご主人が二分の1、子供が二分の1だとか、そういうふうに共有で持っている場合には、 その共有、どれくらいの割合かというのは、これ、登記簿投本取らないと分かんないんです。登記簿投本のですね、この名前とか住所が書いてあるところに、持ち分という割合が書かれています。二分の1誰々さんですよ。3分の1誰々さんですよ。そんなこと書かれてありますので、まずこれを用意して、その方の持ち分というものを把握していただきます。よろしいでしょうかね。そしたら、3つ目用意していただくのは、路線化 というものを皆さんに探していただきます。で、国税庁のホームページに行っていただくとですね、こういった、これ、日本全国の地図が出てきます。これ、地図が出てきましてですね。あの、まあ、東京だったら東京、まあ大阪だったら大阪で、こうクリックしていただくと、このような地図が出てきます。まあ、ちょっとちっちゃくなっちゃって恐縮なんですけれども、これ、あの、私の実家がある横浜市のですね。とある場所なんですけれども、まあ、こういった地図が出てきます。 でこれ地図じーっとこうやって見ていただくとですね、これ道路一本一本にこれ値段振ってありますで。ちょっと拡大するとこんな感じ。道路にこう矢印がございましてですね、これ180のアルファベットの D が書いてあります。180D って書いてあってで、これはどういう意味かというと、こちら。この道路に面している土地は1平米あたり18万円ですよ。 という意味ですでこのアルファベットの D、これは一旦無視しちゃってください。これ無視していただいて結構です。でこれ何かっていうと、借地権割合といいまして、借地の場合はこれ関係してくるんですけれども、借地じゃない場合についてはこれ関係ありませんので、これは無視しちゃってください。でこの180というのは、これ、18万円。何かっていうと、ここに丸を3つ足すんですね。3つ足します。 ここに書いてあるんですけど、180というのは、180千円という意味です。まあ、つまり、これゼロを3つ足してあげると、これ18万円という意味になってきます。ですので、1平米あたり、これ18万。これで、金額の単価というのが把握できました。で、そしたら、あとは簡単です。先ほどの固定資産税のですね、えー、ところから、これ面積あります。百五十あ、この土地って150平米なんだ。 で、これ面積を把握して、で、持ち分あこれ、俺1分の1だから全部かと。あ俺2分の1だ。で、これで把握します。そして最後に、で、1平米あたり18万円なのね。っていったことで、この後は18万かけることの150平米かけることの1分の1だとか2分の1。まあ、それをしていただければ、この相続税の評価額というのは求められます。で、実際はです。 実際はこのように、まあ、簡単にこの地け×路線価で算出した評価額からですね、まあ、土地の地形が悪いだとかその形が悪いとかそういったいろんな要素で土地の金額、まあ、評価額を下げることができるんですけれども、まあ、大体はこの地け×路線価で大筋の評価は求められます。 で皆様に路線化を探していただいてですね、ご自身でクリックして探してもらうと、こういう地域も出てきます。でこれ何かというと、これ、路線化が降ってない地域があるんです。道路に値段振ってない地域あるんですね。なんだこれとなるんですけど、こういった地域のことを、これ、倍率地域といって、路線化がない地域がございます。で、これはどちらかというと、あのー、 ま、都市部というよりはちょっとですね、あの、山とか田んぼとかそういうところはこの倍率地域になっている可能性高いんですけれども、ま、この場合には、固定資産税の納税通知書に戻っていただいてですね、ここに価格と書いてあるところがあります。価格。ま、これで言うと4500万ですよ。というふうに書いてあるんですけれども、この価格かけることの倍率表という表がですね、また国税庁のホームページにございまして、その倍率というのをかけて、 計算をしていくことになりますす大抵ですね宅地の場合には倍率は1.1倍になってますの、ね、で、まあ、ほぼほぼこの金額とあんまり変わんないですよ。といった形になってくるんですけれども、まあ、山林だとか農地の場合にはですね36倍とかなんかそういう倍率になってたりすることがあるんで、まあ、それを掛け算して求めていきます。まあ、いずれの方法を使ってこの相続税の計算をしていくんですけど。 おそらくですね皆様が思っているよりは簡単だと思いますまあ知。知的路線化であれば大体の評価額が求ま,りますでここからがですね重要なお話になっていくんですけれどもまあ不動産の評価額で今お伝えしていったのは相続税の評価額と呼ばれるものをお伝えしていきました。で世の中にはですね相続税の評価以外にもこちら見ていただくと。 不動産の評価方法の一つとして、固定資産税評価額と呼ばれる金額もございます。そして、実際に売買される時の金額、実勢価格なんて呼んだりもするんですけれども、まあ、このように一つの不動産をとってもですね、多くのこの金額の基準がございます。ですが、この金額の基準にはです、法則があるんです。法則。でどういう法則があるかというと、 実際に売買される金額、こちらを100だとするとです。実際の売買金額を100だとすると、相続税の評価額は80になります。相続税の評価は80。そして、固定資産税の評価は70になる。という法則があるんです。もう一度言いますね。こう重要なので。まあ、実際に1億円で売買されているような土地であれば、 相続税の評価にするとだい大体80%つまり8000万になりますそして固定資産税の評価でいうとさらに低い7000万の評価がつきますでこういった法則があるんですねでこれは国としてあえてこういう形をとっていますあえてこういう形をとっているんですなんでかというと1億円の土地をそのまま1億円で評価するのがまあ本,来じゃあ本来の話なんですけれども キャッシュで1億円持っている人と、不動産で1億円持っている人だと、やはり不動産って簡単に換金することできないですし、なかなかこれ納税に充てるのも難しいんで、同じに評価してしまうのはこれちょっと酷なんじゃないのという趣旨から、不動産の評価は少し低めにつけられるようにしてるんです。なのでこれは決して間違ってるわけじゃないんですね。不動産の評価は評価の安全性という考え方から少し下げられてる。というのが趣旨です。 ですので、ここの考え方をですね、知っていただくと、実は様々なあのことができるんです。様々なことができて、これ、どれか一つでも分かると、三つとも分かるんです。そうですよね。あの、固定資産税の納税通知書を見ていただければ、これ、固定資産税の評価額書いてありますので、その評価額さえ分かれば、その評価額割ることの 7×10 をすると、 大体この金額くらいで売れるんじゃないのっていう金額が分かりますし固定資産税の評価を7で割って8でかければのの相続税の評価額も求まるってことなんですですので私もよくこの相続税評価額を算出できてですねお客様にお伝えをする時は相続税の評価はこれくらいですけれども仮に実際に売却しようと思ったら この金額くらいで売れる可能性高いですよなんて話をよくしてます。ですのでぜひ皆さんもですねこの考え方していただけるといいかなと思います。はい。でここまでがですね一旦不動産の評価額の基礎知識ということでお伝えしていきました。